皆様こんにちは。ペットリフォームのセラフ榎本です。猫の前でチラチラと動かして見せると途端にガン見した上で飛びかかってくるのが猫じゃらし。なぜここまで猫の気持ちを静かにするのでしょうか。今回は猫が猫じゃらしに夢中になる理由をご紹介します。猫じゃらしにつられる理由は大きく5つあります。1つ目、狩りの本能が刺激されるから。これが一番の理由と言えるでしょう。猫は獲物を捕まえて食べて生きる動物のため、狩りは本能に潜み込まれているんです。ですので猫じゃらしなど物が動いているのを見ると意思と関係なく反応してしまいます。猫にしてみれば、あ、体が勝手に動くという感じのようです。2つ目、暇が紛れる。普段室内にいる猫はどうしても刺激に乏しい生活を送ることがあります。野生生活と異なり、ご飯は飼い主さんからもらえるし、敵も出てきません。平穏な暮らしで申し分ないのですが、時に退屈さを感じることがあります。そんな時、猫じゃらしがチラチラ動くのを見ると、退屈を抱えていた猫は飛びついていきます。その3、かまってもらえて嬉しい。猫じゃらしは一人でには動きません。大抵は飼い主さんが猫のために動かしています。そのことが嬉しくなり、つい夢中で遊んでしまうのかもしれません。4つ目、視力が良くないから。猫は瞬発力や機敏性に富んでいますが、実は視力はそれほど良くないと言われています。はっきり見ることができるのは10メートルと言われており、有り余る動体視力によって視力を補っているのです。そのため、ちょっとでも動くものがあると敏感に反応します。5つ目、遊び好き。猫じゃらしに夢中になるか否かは性格によります。猫じゃらしに夢中になる猫は基本的に遊び好きと言っていいでしょう。猫の本能である狩りはもちろん生きるためにとる行動ですが、それ以外にも遊びで狩りをすることもあるそうです。そうした性質から猫じゃらしを見るとついつい夢中になってしまうと考えられています。セラフ榎本では愛病と快適に暮らすためのペットリフォームを承っております。ペットリフォームのご相談、お見積もりはセラフ榎本をご用命賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。